はい、西シェフカワナちゃんですね。今日はちょっと仕込み、久々に仕込み動画、はい、あの川ですね。まああんま仕込まないんですけど、焼き鳥屋じゃないんで、あんま仕込まないんですけど、はい。まあこの手頃な大きさに切って、この肉の部分は落としてですね、この皮の部分だけどね、まあ肉ついててもうまいんですけどね、うん。こうやって切っていきますね。でれってテレテテテテレテテテ、見えますかね、見えにくいか、まあ、テレレレレレルンテン、まあこうやって刺したら、あ、刺したらじゃない、切ったらですね、切ったらもうこうやって、まあこれ簡単ですよ、もうこうやってサクッと刺して、こうやってこう、あの裁縫のあの波縫いみたいな感じですかね、このこうやってやる感じですかね。でいろんな大きさがあるんで、あの要は端っこに入れたら端っこに斜めに向かっていく感じにイメージするとやりやすいですね。うん、そうなんですね。これ早い人はもうめちゃくちゃ早いですからね。ただ俺も結構ブランクあるんで、あと今日寒いんで手が動かない、ちょっといろいろ言い訳ですけど、まあそんな感じですかね。これ早い人、まあ、めちゃくちゃ早いですからね。こう普通の人カクンカクンなんですけど、あの早い人ガタ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 ってテンポがちょっと違うんですよね。クイックイじゃなくてクククイっていくんですよね。テテ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 テ、まあそうですよね。早い人はもうこれすごいですからね。うん、いやーでもあれですね、こう飲みながら仕込むっていうのにちょっと昔から憧れてましたね。かっちょいっすよね。どう、うん、こう斜めから持っていくんですね。チュ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 、もう1月も終わりますね。でも早いっすね、めちゃめちゃ早い。まあ、このおじさんが皮を黙々と仕込んでるっていう動画になりそうですね、今日は。はい、これ終わったらちょっと三振練習しようかなと思ってるんですけど、はい。まあ、最近またちょっといろいろ覚えたいこともいろいろできてましてね、三振が本当、あの立ち引きが本当難しい、あれは。あれの練習しすぎると手が痛い、だから多分無駄なところに力が入ってるんでしょうね。手が痛いんですよね、本当に。あれは痛い、本当に。
泣きのギター。まあこんな感じでね、まあ結構すぐ終わります。はい、でこれも閉めてね、すぐ冷蔵庫にね、まあそんな感じでやってる感じですかね。うん、いや今日もお客さんビールくれる人来るといいですね。うまい。まあこれももらったビールなんですけど、はい、結構ストックしてあるんで、はい、ストックビアを、はい、まあそんな感じでちょっとまた次の動画で、また次のやつを仕込みたいと思いますので、ね、はい、まあそんな感じで、はい、西江福原ちゃんでした。チャス。リモコンがうまくいかないですよねこれね。続く。はい、バリバリ晴れちゃうんですね。はい、ビールがうまい。まあね、次砂肝です。砂肝ちょっと筋肉ついてきてるんです。ちょっと最近筋トレしてるんで、はい、まあそんな感じで砂肝の仕込みはですね、まあこの柔らかいところと、まあとりあえず硬いところを分ける感じですかね。スマースイフフフフ、いやー相変わらずジョン・レノンはかっこいい。だ皆さんには聞こえると思うんですよね、ちょっとね小さくジョン・レノン流してるんですよね。おー、びしょ。素晴らしい。いや皆さん人生一回、しかも早いんで楽しみましょう。人生一回。中学校の頃はもうすごいビートルズ聞いてジョン・レノンに憧れて、すごいまあ当たり前雲の上の人なんですけど、すごいまあ遠い、まあまあ何でもかんでも遠い、まあまあ年齢も遠かったです。年齢だけ追い越しちゃいましたからね、年齢を。ジョン・レノン年下でしょ、ジョン・レノン。はい、そうなんですよね。なのでまあこの砂肝切るのも大事ですけど、やっぱね、やっぱ楽しいこと、まあまあこれも楽しいんですけど、ボンボンやっていかないと、まああっという間に人生が終わっちゃいますね。人生はね、もう時間ですからね、時間は無限じゃないですかね、有限ですからね、これね。はい、いろんな人がね、人生はいろいろありますって言ってね、唯一人と人が平等なので時間だと言われてますね。ただ果たして時間が平等なのかってね。またこれも細かく言うと時間平等じゃないですよ。はい、大金持ちに生まれたら仕事しないでいいですかね。したら時間いっぱいありますよ。ということでやっぱ時間も平等じゃないです。まあそれはそれで別にどっちでもいいんですけど、その大金持ちだろうが貧乏だろうが、要は楽しいかってことですよね。大金持ちも楽しくなかったら、自分からしたら
全く魅力を感じないですね。まあだから大金持ちで楽しかったらめちゃめちゃ楽しいでしょうね。まあ、ただ人間はどんな環境でも他の人と比べて他が羨ましく見えてしまう生き物なんで、そこの俺の人生楽しいっていう境地に行くには、まあ頭いい人はすぐ行くでしょうけど、なかなかならないでしょうね、普通の人は。自分もヨガを、まあ、3、4年ぐらいから始めてちょっと考え方が変わって、いかに楽しむかを考えてますね。あとは考えるのが大事ですね。考える、感じる、じゃないと何も感謝しないんですよね、やっぱり。大事ですね。お、CM で。あ、これだな、これ聞きすぎた。これ聞きすぎた。はい。ね。これいい曲なんですよね。ドントントン、まあこんな感じでね、こう切っちゃいまして、まあこれはまあ、まあ前の焼き鳥屋だ、これこの柔らかいところとこのコリコリしたところを名前を分けて、名前を分けて売ってたんですけど、そんなことをここの店だと余ってしまうんで、あの混ぜても砂肝っていう形でやってますね。はい。あとこの串を失敗したんで、あのめちゃめちゃ砂肝刺すのが大変。ただまあ今日でこれで終わらなくしな。話さないでさよならから始まることがたくさんあるんだよ。これ余ったらちょっと砂ポンにして食ってみようかな。その思いを見せて。これはいい曲っすね。でんでん、やばい、俺が喋らないと、ただおっさんが砂肝刺してる動画になるの、やばいやん、これ、ね、じゃんじゃんじゃんじゃじゃん。まあでも YouTube ってのはこの面白いですよね、この無料で見れるっていうね。まあもちろん配信も無料ですからね。まあやらない手はないですね。別にこれで目立とうとかどういうそういう気持ちじゃなくてもね、動画を勝手に過去の動画を見て、あ、過去の順番こうなったかってね、確認できるだけでもまあすごいシステムですよね。まあ、うわうわ、この柔らかいところもね、うまいんですよね。この混ぜるとたぶんうまいね、これね。たくさんある、あ、これ清志郎と一緒に歌ってたんですよね。
離れ組がめっちゃめっちゃいいんですよね。まあ人生一回ですからね、もうテーマですよ私の。合わせてある。カリー。うん。本当のことが見えてるなら、ないで。僕に見せて。いやこの串丸いから硬いのさせない。硬い硬い。トゥルルルル。皆さんあの焼き鳥屋で串の仕込みしたこの間は分からないと思うんですけど、これ焼き鳥の人ですね。これもう一生懸命刺してるんですけど、これね刺して切だから切ってさばいて刺してで炭火起こしてで焼いてやっと提供ですからね。それで100いくらかですよ。ものすごい大変なんですよこれ。食べたら一瞬ですからね。もうこれは焼き鳥や焼き場すごいめちゃくちゃ大変ですよ本当に。自分も十何年もやってましたけど、あれは大変ですよ本当に。まあいろいろ勉強になりましたけどね。もういろんなお客さんに怒られて。お、森高茶そうですねこれ。いいっすね。これ YouTube 面白いですね。これ勝手に流れるんですよね。自分イベンが森高茶草を流したわけじゃないですよ。勝手に流れるんですよね。うわ硬い硬い。これあんまりやりすぎて検証やんだな。これ串買えばいいだけの話これね。ルル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 ドゥンツドゥンツドゥン。ちょっとツツツツツツドンツラルル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 ルあの頃に戻りたい。無理です。硬い。で、1月目。2月に入ってね、またどうなりますかね、流れが。寒い感じが。1月も寒いけど2月がまだ寒いですからね。ドンドンドン。寒いですよこれね。今日は月曜日だから寒そうだな。お客さんの入りが寒そうだこれはね。ルルル。うん硬い。うわっこれちょっと食ってみようかな。チンしてね。
つなぎもチンしましたね今ね。チンされたやつだ。軽焼きみたいになってる。すごいなこれ。うまっ。うまい。これはうまいな。電子レンジすごい。すごい。うん。素晴らしいですね、電子レンジの威力は。考えた人天才やな、これ。なだれでーん。醤油うまいな、ポン酢もうまいけど醤油もうまい。I can learn. See you again. And a pizza. Ah, katsai. ダメだこれ。You got a friend. これまたね、ちょっとチンしてみるか。こんな感じでね、仕込みましたね。はい。あばい、こんな時間経ってるのか。やっぱ仕込めるの遅くなってきてな。17分だった。レレレレ。これラップしないと飛んでいくな。
まあそんな感じで、バリバリ花ちゃんでした。バリバリ花ちゃんにしようかな。はい、ございます。また来週。